今日ただいま動画撮ってる時点で3月2日の土曜日です。それでね、私の全財産いうことで教えたいと思います。まずもう2月の支払いは全部終わったんで、銀行口座に入ってるお金が10万5千円です。金ですけども、財布の中に、まああとはこれはちょっとレシートなんで、これね。4万5千円。こっから定期で、月曜日に定期買うんですよ。2万ちょっと飛びます。はい、それであとは私の資産ですよね。仮想通貨などの取引所に入ってる分が、まあ、今の時点での価値なんですけども、仮想通貨はもうほぼ全部売ってるんですけども、ステーキングとかしてる分についてはコインのまんまなんでね、なんで今の時点での価値は6000ドルなんで、まあ150円なんで90万ぐらいですね。それであと日本の取引所にはだいたい10万円ぐらいの価値の分、ちょうど100万ぐらいですか。はい、今の時点でですよ。だから暴落したら下がっちゃうんでね、暴落もぼちぼちすると思うんですけど、はい。それで仮想通貨は税金も払わなあかんから、そのお金が7倍ぐらいにならないと取るな、7倍できかへん、8倍ぐらいにならんと税金払ってでも取り戻すことは、まあ1回ではちょっと無理やったね。主要コイン買ってたコイン全然上がってなかったからね。だから上がったりでも少々なんで、まあ、今回のはちょっと難しかったね。また下がった時には仕込みますけども、万が一いうことあるんで、やっぱり1000ドル分ぐらいはもうそのままステーキングして置いとかなあかんかな。それか、まあ、安全牌としてその1000ドルビットコインに貼るとかかなと思ってます。まあ、ステーキングするよりはマシなんかな、ビットコイン買うてる方の方は。どこまで下がるか分かんないですけども、5万ドルなんか4万ドルなんか分かんないんですけども、まあ計算してどっちがどこかちょっとやってみます。はい、まあ大して持ってないですよ。まあ、10日ぐらいにはまたダブルワークの給料は入りますけども、はい、もうちょっと仮想通貨の資金が思ったより持ってたかなって思った人もおるんかもわかんないですけども、まあ普通のね、生活する分は全然ないです。はい、まあ2ヶ月ちょっと遊んでましたからね。仕事が見つからへんかったいうのもありますからね。はい、ということでそれだけです。はい、動画ご視聴ありがとうございました。